頑張ってる人のコーナーはキッズサッカーの、ね、ためにすごい頑張ってる人たちをご紹介したいと思います。そしてまずクラブユースのですね、埼玉県の中心的人物で活躍されているのが長嶋さんです。それからこちらは相馬のアスマキッカーズキッカーズのね、水野さん、よろしくお願いします。それからこういうですね、今日のサッカーフェスティバルをもう毎週ずっと企画して運営してくれてます手塚光雄さんです。手塚です。それで、とにかくこういう人たちは子供たちのサッカーに、生涯を捧げちゃったようなもんで、もうそれが仕事になっちゃったわけですからね、で、本当に一生懸命ですね、こういう人たちがいることで子供たちのサッカーの試合ができたり、いろんな大会ができたり、それから、私はクラブユースのですね、アンダー15と12かの会長もやってます。それからキッズサッカー連盟という埼玉県のですね、子どもたちのサッカー連盟の会長もやってますが、実務はこういう人たちがみんなやってくれてるんで、私はお手伝いをしてるだけなんです。で、例えばどんなことやってるかっていうと、今日は手塚さん、これ何人ぐらい、何チーム来てるの？今日はもう10チーム以上。10チームか、ね、それの3倍だから、ね、それでコートを、3つ作ってるわけですけど、このコートは誰が作ってるんですか？それを持たせよ。一人でやってるわけですよ。はい、そうです。朝何時からやってるのこれ？朝はもう5時から待ってます。あと昨日、夕べやります。昨日の夜と、はい、それから朝5時に来て、はい、線引いて、はい、それでゴールも全部据え付けて、はい、で、子供たちが来れば試合できるように、はい、まで、はい、全部一人でやってるわけです。毎週やってます。ね、毎週で、幼稚園の子供たちのところもあれば、小学校の4年生、5年生のこともね、あるしと。そして、自分のサッカーチームもありますよね。はい、これなんていうチームですか？これはエメラルドです。はい、何人育てたの今まで？もう分かんないですね、多くて。でも3000人じゃ聞かねえだろ。そうですね、今100人いますからね。それが毎年変わってるわけだからね。そうですね、延べ人数にしたらもうそれで20年ぐらい、30年ぐらいですかね。39年目です。39年、長嶋さんの子供も2人育てます。39年もすごい。それの毎週朝5時に起きてレイコート、そういう方がいて子供たちのサッカーができるということで、こちらももうこれはもう長嶋さんはどうです、何年レイコート2年生で大体何人エメラルド A 対飯塚何人なんですかね。審判、川口の子供たちで、もうこちらもっと上の方まで、ね、中学生まで、東対双葉、それで韓国に遠征したりするわけですよね。だから本格的な本当のプロの選手になった人もいるわけでしょ。私の子に取ってもらって、一応15歳から19歳はずっと代表だったので、5年間に何の代表？日本代表。日本代表だったん、はい、長嶋さんの息子は手塚さんが育てて、それでそれがね、息子の努力もあったけど、15から19まで日本代表だったんです。そうです、5年間ね。今それでサッカーの今うちのチームコーチやってるな、ね、というふうにもうとにかく人生サッカーにかけちゃってるというようなもんだよね。いやいや、そういうわけじゃないですけど。長男が今私のうちの海洋水泳部、水野さんはどうですか、何年、幼児の体育指導を始めて35年ですね。35年、幼児体育指導を始めてサッカーの指導と両方やってます、はい、ねえ、はい、でそれが仕事になってるわけでしょ。そうですね、はい、最初からそうだったんですか？はい、大学出てきて、学校出てから、大学出てからですね、はい、子供たちのサッカー教えようって言うんだよ、はい、そうですね、はい、なるほどね。どうしてそんなにサッカーやろうと思ったんですか？なんでサッカーやることになっちゃったんですか？いや、子供にサッカー教わってこのぐらいで面白くなっちゃって、もともと秋っぽいのにサッカーだけはなぜかする。このサッカーをこうやって面倒見ること、一番楽しいことって何ですか？何なんだろうな、くじ引きですか？邪魔だよ。選手がね、高校とか大学でみんな活躍してくれるのが一番なんで、今みんな高校大学でみんな活躍してくれてるので、子供を育てることが楽しいわけです。そのルーツがね、このキッズの年代なので、ね、だから、幼稚園児とか1年生、2年生、3年、みんな楽しいですよ。やっぱり、雰囲気ある子いるから。なるほどね。あ、そうか。
中に三つ葉3年生光ってる子がいるんだ。この子ちゃんとやれば大至急準備をしてください。ホームランになるだろうなとか、新コートです、それは J リーグになるだろうなとか、東の3年生磨かれてないから、それは分かるわけ。新コートに大至急集合してください。決して今上手いから将来上手いとは限らないわけですよ、ね、今荒削りだけど基本を覚えればすごくなるって子もいれば、そういう子は大体います、うん、だまた変に器用でテクニックいっぱいあるんだけど、そこに走っちゃって伸びが止まっちゃうって場合もあるわけでしょ。なんかいろいろそういう話聞くけどね。なるほどね、うん、あれがもう35年以上やっぱりついたんだ。大体今最年少2歳だもんな。そうですね、2歳の子供がさ、ユニフォーム着てあのお兄ちゃんたちと一緒にね、弾き飛ばされないで試合に参加してるんだからすごいよね。あ、これは普通だったらもう弾き飛ばされて泣かされて終わりなんだけどね。そういう関係を進藤先生ね、ますますね、まあそうだね。我々はとにかく分け隔てなくサッカーやってる子なら誰でも参加できる、そういう大会作ろうってんでやってるわけでね。あの少年団に入ってないとダメとか、どっかの何かに所属してないと試合に出れないとか、そんなことはやめようと、もうみんなで自由にあのどんな子供でも参加できるにしようじゃないか、まあ、こういうことで我々は、ね、やってるわけなんです。で、手塚さんは楽しく、はい、手塚さんはサッカーやってあの子供たちとやってて何が一番楽しいんですか？自分の健康ですね。あ、自分の健康、健康。昔は商売やってたんだよね。はい、寿司やってます、うん、商売だけやめちゃって、はい、もうサッカーで全部。そうです。あ、それと、ね、子供がだんだんこう立派になっていくのを見てるのが楽しい。そうですね、もう必ずどっかで会うでしょ。電車の中であろうが、歩いてても、公園行っても動物園行ってもどこで会うからね。ああ、なるほどな、はい、何千人もいるからな。そう、この辺の子供たち大概手塚さんが絡んでるからね。そうなんですよね。なるほどね。そういうことがあちこちに回ってたら子供っぽいのかな。昭和の大畑さんって方いらっしゃる社団法人で、あのサッカー全国のサッカーチームで唯一社団法人です、うん、で、なるほど。彼のところも何十年やったの、50年だったの、だからみんな教え子が40、50年そのまま商店街の優勝とかになったんで、今、天然芝のグラウンド3メートルになってます。牧場を借りて、ね、馬を買って、池にあって、うん、そういう形が小なりともいえ、手塚さんにも、うん、教え子が ね私もそうだし、手塚さんに息子さん、本当だよね。みんなこういう人たちがいなければ日本のスポーツの結局一番の根っこは、ね、こう我々がやってるわけだよね、まあ、皆さんが ね、さんの目ですね。そういう指導者がいなかったら、ね、スポーツの子供たちを育てる機会がないもんね、うん、ぜひもう本当にですね、あの、まあ、お金が儲かるわけじゃないからね、本当に大変なんですけど、すごい頑張ってる人たちがいると、ということで今日は紹介させていただきました。これからも頑張ってお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは、たくさん元気なお友達が集まってくれて、今日もまたサッカーフェスティバルができました、いつもみんなが元気ですごい一生懸命頑張ってるから、園長先生見てるとね嬉しくなります、ね、サッカーを頑張ってお友達たくさん作って、そしてみんな元気でね、あの正しい子になってもらいたいと思います。わかりましたか？ね、はい、よし、じゃあこれからもねたくさんサッカーの試合やりますから、みんなであの遊びに来てくださいね。はい、今日はどうもありがとうございました。